はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、芝刈り知らぬ履歴をね、ちょっとリニューアルしてきたんで、ご紹介していこうというふうに思っております。ストラクチャーがね、もう誰も話題にしないと言われているこの、ストラクチャーイモータルグローリーっていう、このカード、このカードっていうかこの、ストラクチャーで、実装された、アンデッド族のシンクロモンスターたちがたくさんいまして、まあ、フェルグラントとか、ドラゴンロードとか、まあ、インモータルなんですけども、まあ、この辺のモンスターがですね、アンデッド族デッキと相性がまあそもそも良くて、で、前回ですね、普通にシンクロ、アンデッドシンクロデッキ、このユニゾンビから展開していく、まあ、ゴゾキとかメズキとか入ってるね、デッキをご紹介させていただいたんですが、今日はですね、メインデッキにね、知らないモンスター結構多めに入れてまして、知らないシンクロアンデデッキ、知らないアンデシンクロデッキをご紹介していこうというふうに思ってます。で、知らぬいっていうのは、シンクロモンスター、アンデッド族の炎属性のシンクロモンスターで構成されていて、結構展開力が割と、まあ、そこそこあるんですよ。この、宮塚さが、なんか手札墓地から知らぬい出せるとかね。それから、この知らぬいのモノノベが、デッキから知らぬい出せるとか。掛け物が自分でリリースすると、なんか、収録ゼロのアンデッド族収納出せるとかね。まあ、こういうゲームカードを使って、展開していくんですけども、このデッキと何が一番相性がいいかっていうと、結局ですね、芝刈りなんですね。芝刈りで、まあ、墓地肥やして、で、こいつらって除外されると全部大体効果あるんですよ。宮塚さんだったらなんかカード破壊できるし、影物だったら、除外されて知らぬに特殊感できるし、モノロコだったら、墓地から知らぬに回収できたり、それから知らぬに除外するとなんか相手のモンスター除外できたりしますし、物の部だったら1枚ドロー1枚捨てるみたいなことできますしね。こういう系の墓地に落ちて強い知らないモンスターたちを使って、まあ、芝刈り打って墓地肥やして、まあ、白雪とか、まあ、ゴズキとかメズキとかこういうカードでなんか展開していくみたいな感じのデッキになってます。でこのデッキ決まったルートがないんですよね。まあ、どういう風に墓地に落ちたかによってちょっと展開変わるんですけども、まあ、基本的にはドーハスーラとアンデッドワールドのムーブはガン詰めして、まあ、これは最低限できるように、しながら、まあ、上振れた時の、まあ、展開でなんかいろんなことができるようにしているみたいな感じです。はい、でね、妖刀シラニーもちゃんと入ってて、妖刀シラニーの効果で、墓地シンクロしたりとかもしていけますので、結構ね回ったらめちゃくちゃやばいことが起きるタイプのデッキとなっております。で今回 のデッキ隣の芝刈りが入ってますんで、これ絶対引きたいんで、左腕切り落とすように左腕の代償も入れました。これで絶対芝刈り打つっていうね、そういう感じです。で、デッキなるべくですね、これそんな一番初動とかないんですよ、このデッキって。だからね、まあ、結局その芝刈りが一番初動みたいなもんなんで、芝刈りを引きたいんですけども、60枚とかにしてたらなんかあんまなんかちょっとユニゾンビとか影物とか引けなくて、なんか結局ですね、このデッキ芝刈りに打たれられたのが嫌なんで、まあユニゾンビとか影物から入るんですけど、基本的にはまあそれがないとちょっと芝刈りに打たれたって終わるみたいな感じがあって、攻め手が 2,3 手必要なんで、ちょ多すぎるのはあんま良くないかなと思って57枚ぐらいにしてます。はい、まあここはなんかお好みですけど、できればね 2,3 手欲しいんですよね、攻め手として、手札の中の、まあ、例えば芝刈りと、まあ、影物とかユニゾンビとなんかその左の代償みたいな、そういう組み合わせだとなんか相手の誘発貫通しながら動けたりもするんでね。はい、早速、この爆発的展開力をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。アンデストラックみんな買いました？なんかマジで話題にしてる人誰もいねえんじゃねえかっていうレベルでなんか当たんないんですけど、なんかマジで動画投稿者以外誰も買ってねえんじゃねえかっていう説ありますけどね。これ皆さん買いました？アンデストラック。ちょっと一回左腕切り落とす前にさすがに一回ゴズキするか。ゴズキするわ。左腕切り落とすとちょっと裏っていう裏目がね、でけえでけえ裏目があるから、いや墓地送れんだこれ。やった、なんもねえか相手。なんもないの逆に困るんだよな。どうしよう、まあ、一応ちょっと同波数ら立っていきますか。もうこれやっちゃうとちょっとアンデッド族しか出せないよっていう縛りがね、かかっちゃうんですけども、まあその縛りを無視するレベルで同波数落は強いんで、まあ、これ出しまして、で、左腕切り落としまーす。もういらないんで、僕の左腕いらないんで切り落としまーす。芝刈り持ってきまーす。13枚ぐらい落としますね。さあ隣の芝刈り発動しまーす。おはようございまーす。あ、何の方が発動しね。あーでも、あー強いね。
落ちてるカードは強いわ。落ちてるカードは強い。落ちてるカードは強いので、ですね、ではですね、これどっから行くかっていうのをめちゃくちゃ迷うんですけども、まあ、ちょっと一回マットマーダーとかいうゾンビキャリアモドキを特殊召喚しまして、なんかなんもないな相手、多分これ結構なんでも通るぞ。じゃあなんでも通る。さすがに一回イモータルか。ゴズキ巻き込んでイモータルを出していく。はい。これイモータルで落とすモンスターどうしよっかな。もうね、ちなみにね、こっからね、なんかあれなんだよね、汎用のシンクロモンスターとか出せないんで、もうアンデッド族モンスターでゴリ押しをしていくしかないんだけど、これ白雪とか落ちたらめっちゃ強かったんだけどな。白雪3枚入れるか。白雪3積みもあるぞこれ。もうもはやこうなってくると芝刈り打てる加減になるけどな。そうなってくると完全に目付き耐えてないからね、こいつが一番強いよね結局ね。はい、で、こうすんだろう。で、一旦まずフェルグラント出すわな。これ多分ね、同波数が使っちゃっていいや。はい。で、フェルグラント出しといて、これ後でね、ドラゴンロードで蘇生しましょう。こうですね。これでいいんじゃないですかね。はい。フェルグラント君はね、墓地から特殊召喚されると、相手のモンスターを除外するっていう効果がありますんで。これはさすがに強いといったところ。さあ、これで、ですね、ドーハスーラーを出しに行けばいいんじゃないでしょうか。ドーハスーラー出して、でまあ、一応ドーハスーラー墓穴されそうになったら、ドラゴンロードに逃げてあげるって感じかな。さあ、これで、大体、あ、でももう、もうやばい、残り99秒って。このデッキね、結構ね、決まったルートないからね、意外とね、その、何が落ちたかによってルート変わるんですよ。そこそこね。なんで、まあ、とりあえずこれエンドするんですけど、これ結構時間なくなんだよ、このタイプのデッキ。残り91秒しかないから200秒くらい使った。まあ、ドーハスーラ発動、まあ、ここ墓穴って言われたら、アンデッドドラゴンロードの効果によって、まあ、もう一回、ドーハスーラ出し直してあげれば一応墓穴ケアはできますから、はい、普通に強いです。でこれ通ったので、まあ、あとはフェルグラントがアイビルツインね。 OK 了解。いやもうさすがに無効時点じゃん、俺。もう。ドアスーラさん効果発動、イビルツインは初動止めろとおばあちゃんが言ってたんで、でこれと、効果無効にして、モンスター並ばないようにして、で、手札になんかの特殊召喚できるモンスターと横並んでめんどくさいから、これもう、ここでドラゴンロード打っていいんじゃないかな。これね、フェルグラント、フェルグラント打ってさ、これ分かったわ。神、来た来た来た。これ多分ね、フェルグラント打っていい。で、これ特殊召喚しよう。でフェルグラントは特殊召喚に成功すると相手のモンスターを除外できるんで、ここでこいつ除外したらもう動けないんじゃね。来た。これでモンスター横並びむついだろ相手結構。さあどうだ。ちなみに一応フェルグラント君は墓地から出てきたモンスターがなんか出てくるとモンスター効果を無効にするっていうことも一応持ってるか。シークレットパスフェルやつ、ライブツインマジックトラップカード持ってこられるいいだろ。 OK。 いやこれ、あ、でもあれか、ライブツインってさ、なんかデッキから出してくれるみたいなやつだったな。あー、なるほど。なるほど。貫通されますこれもしかして。でも1体並んだだけじゃ無理じゃね相手のデッキ。1体並んだだけじゃ無理。これ確かね、墓地から出てきたらモンスター特殊ができ、効果無効できるから、キスキルリーラ系のモンスター無効にはできるんだけども、それは無効にし、できないな。出てきちゃった。2体並んじゃうのやばい。2体並んじゃ、3体目出てきちゃった。あいつ、展開力えぐ。やばい、なんか、手数で乗り越えようとしてきてやがる。うざ。くっそ。除外したらなんか、なんとかできると思ったけど、なんか横に3体並んでのおかしくねえか。これでこんな展開力あったっけ。あれおかしいな、なんか初動全部飛ばしときゃなんかあんたなると思ったんだけどな。キススキル、はいはい、はい、わかりました。これ一回吹き飛ばしますか。吹き飛ばしましょう。あ、お前アンデッド族になってるから今。やばいやばい、ちょっと待って待って待って、28秒しかないから、ちょっと待って、ちょっと待って時間ないから。このキススキルくん、ちょっと一回どっか行こうか。これしかないもんな。でどっか行ってもらって、でキスキルでワンドロー入ります。ただ
まだ並びます？これもしかして、これまだ横並ぶとか聞いてないよ俺。いやこれもう無理だろ。いやあいつ展開力えぐ、次から次へと湧いてくるんじゃねえか。ふざけんな、ふざけんなマジで。フェルグラントは墓地から特殊召喚されるとモンスター国無効にできるって効果あるんだが、今発動しても意味がない。やばい、うるさい、うるさい。じゃあ残り20秒しかないから、これでリーダー出てくる。リーダーからの特殊召喚キスキル、これどこまで行くんだ。でもリーダー行くわな、まあ、リーダー出てくるわな。リーダーの効果を無効してもいいか。だから墓地から出てきた、今これは無効できない、これは無効にできない。でリーダーの効果で、キスキルが特殊召喚されて、やばい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 、なんかさっき除外したやつもう一回出てくるやつ、これあかん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 。お前らさ、お前らゴキブリかよ、どんだけ出てくんだよこいつ、ふざけんな。いやでもこれリーダーの効果、これは無効にできるから破壊はね、ちょっと許容できない。フェルグラントの効果でリーダーの効果を無効にしていくっていう動きができますね。はい。で、ここで、キスキルトリーラで、トラブルサニー出てくるけど、まあ、トラブルサニーくらいは別に全然いいです。全く問題ないといったところ。まあ、打点3300あるけど、まあ、さすがにこの物量4体は全部処理はできないだろう。イベルツインズ、トラブルサニー OK。で、バトリングフェーズ、いいでしょう。めんどくさいよな、この盤面。どうなんかどれを破壊したりとか意味わかんねえよ。あ、なんだこれ。ああ、打点ダウンか。はいはい、いいだろう。まあ、打点ダウン、これはいい、別に。ああ、もうちょっとやばい、イモータルドラゴン、ちょっともう時間ない、時間ない、時間ない。ちょ、イモータルドラゴン出したかったなって、俺。くっそ、やっちまった。ビキクリックを連打していたらこんな音が起きてしまう。時間が浅すぎる、13秒しかない。やばいことが起きてる。イモータルドラゴンくんはちなみにアンデッド族モンスターが戦闘を破壊されると自分の墓地から出てこれるっていう効果があるんですが、13秒しかないからもうちょっとなんか右クリック連打してたらこうなっちゃったんだって。ちょ、時間なさすぎるって。うわー、これチューナー出してたら普通にバロネスいけんだけどな、この次のターン。うわ、キスキルリーダーこれ召喚ムービーあるんだ、かわいいって言ってる場合か。やばい、やばい、墓地を送るカード、何これ、え、何何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 これ何これ何これ、ちょっと待って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 。残り5秒。ちょっとこっちに選択迫ってくるのキモいだろ。こっちに選択肢も迫ってくんじゃねえ、てめえ。ふざけんな。フィードカード選んで墓地送る。え、待って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 。やばい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 。残り3秒、やばい。墓地に送るのはいいわ。なるほど、おめえやるじゃねえか。なかなかやるな、エンドフェーズいいだろう。時間回復、よし、よし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 、時間回復きた。でバンシー効果で、バンシー効果でアンデッドワールドもう一回発動。あっぶねえ、あっぶねえ、なんか死んねえけど、めちゃくちゃ貫通された、なんか展開力で。ちょ、許さねえからな、マジで。俺の時間を残り3秒まで縮めてきた、なんかトラブルサニーとかいうモンスター、マジで許さねえ。あの癖がなんだ。これはですね、これ、妖刀知らねえからいいか。妖刀知らねえの恐るべき効果を発動。自分の墓地の、アンデッド族モンスターと自身をゲームから除外し、そのレベルを足した、数値のシンクロモンスターを特殊召喚現れろ、ホムラガメシダルイ。効果発動、自分の除外されているまたは墓地のシンクロモンスターをデッキに戻し、戻した数と同じ数の相手のカードを選んで破壊することができる。残念だったな。パリーン、神戦つえ。効果でシンクロ召喚してるから神の戦果が効かねえ。行くぜバトルフェイス。危なかったー、ゴキブリみてえな生命力持つたあいつら、ちょっと強かった。対戦ありがとうございました。芝刈りは来ている、愚かな埋葬も来ている。これハンドには強いぞ。これは割と高校用のハンドとしては合格点なんじゃないか。サイバネットマイニング、なるほど。装飾する G、 あ G 切っちゃうんだ。よよ、いや、だいぶハンド強いね。じゃあ
G 切っちゃう反動。何あの3枚わからんけど、あ、レディーデバッカー来た。レディーデバッカー召喚効果、あ、サラマングレイターね。はい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 、はい、なるほど。ちょっと一回ここ打つかも。じゃあガンマ飛んでこないし、なんかあんな、やめろ。あー、まあでもこれ言うて愚かな埋葬も、あの芝刈りもなんか影物もあるから、だから意外とね、これ意外となんかなんとかなりそうな気するんだよね。これこんだけ手数あったら、いや、サラマングレイトってどこまで妨害用意してくるのかって感じなんだけど、まあ多分ロアーか、まあ、ロアーレイジとかはさすがに無理かもしんない。サラマングレイトサンクチュアリ発動して、いやこれ待って、うらら開始されんのこれ、これうらら開始されんな。ベイルリンクス、いやこれうらら開始されるぞちょっと待って、ちょ、うらら回収っていうクソムーブマジ。あ、でもそしたらロアーはあれか、構えらんねえか。あ、ジャガーね、はい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 、ジャガーね。あ、じゃあうらら回収するだけね、これうらら回収するだけムーブ。これね、なんかね、サラマングレイトのね、サンライトウルフとかいうやつがね、そのなんかリンク先転生召喚、転生リンク召喚されていてる場合だっけ、なんかあのリンク先になんかモンスター特殊召喚されると、なんか墓地の炎属性回収できるっていう効果って、なんかこれでなんかうらら回収できるんだよねそれめっちゃ強くてさ、あ、スプレッシュマイズか、なるほど、メイジ、なるほど、メイジ効果、これどうするんだろう、これトランスコードデコードとかヒートソウルか。じゃあサンライトウルフにはいかないのかな、こっからサンライトウルフで転生してもリンク1個伸びないもんね。これデコードとかヒートソウルに行くのかな。あー、そっちか、なるほど。あ、じゃあ、いや、もう1体用意できなければ、これでスピニーとか言われたらきついけど、これでスピニーからのサンライトウルフみたいな。あー、大丈夫だ、オッケー、なるほどな、ドローを優先したって感じか、なるほど。あんま、でもデコードとかヒートストールだけだろう。いや、まあ今こっちの場面で触ってくるの伏せカードしかないから、まあとりあえずアンデッドワールドを発動、アンデッドワールドを発動して、まあ影物からですかねこれ。はい、でアンデッド族になっていただく。君はもうサイバー族ではない。で、知らぬいの影物を召喚知らぬいの影物を召喚。あー、なるほど、サラマングレイトレイジ君ね、なるほどね。で、破壊されるのは影物、まあ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 いいでしょう。ではですね、まあ、愚かな埋葬をぶっこんでいきましょう。愚かな埋葬をぶっこんで、これはですね、まだ影物効果使ってないんで、もう一回遊べるのにしましょうか。目月効果、墓地の影物特殊召喚もう一回遊べるドンで影物効果と、自分をリリースすると、デッキから何らかの最強モンスター、ユニゾンビとかいうやばいやつ出してこれる。なんもないっすね、多分誘発ね、相手なんもなさそうっすね。これ何送ったらいいかな、何送ったらいいのか分かんねえよこれ。ここはまあとりあえずレベル1個上げるでしょ、牛っすね。これで、効果発動して、でアンデッド族の、ゴキブリを除外して、で自分の手札からブルームを特殊召喚、これでいつでも同波スーラー出せる構えね。で、お芝刈らせてもろてよろしいでしょうか。満を持して隣の芝刈りを発動。このカードの効果にめちゃくちゃいっぱい墓地にカードを肥やし、そしてグローアップブルームの効果発動 していいですか。あ、強そうですね。あ、おー、あー、なんか強そう。あ、試合に落ちる。神。さすがに強い。これ世界を終わらせられそう。で、グローアップブルーム効果発動。ゲームから除外すると、同波スーラーでいっか。さすがに。同波スーラーを手札に加えることができるんだが、アンデッドワールドがあるとそのまま特殊召喚できるとかいうぶっ壊れ効果。で、これでアンデッド族モンスター、の効果発動するとなんかいろいろ無効にしたり効果が除外、モンスター除外したりできる。で、白雪効果発動。これさすがにね、血ばかり打った後の白雪落ちてるのはもうさすがに宇宙、さすがに宇宙さすがに宇宙起きた。これはコスモをね、皆さんに
お見舞いしましょう。はい、で、ドーハスラーの効果も使い、アンデッドとかモンスターの効果が発動したので、あ、自分にあの僕の主題的にアンデッドなんでよろしく。そうすると相手のカードを除外できる。消えろ。よし。で、白雪が出てきて、ぽい。で、あ、やべえ。ちょっと待って、1個多いわ。とか、あ、いや、場が足りねえ。展開力が多すぎて、ちょっと待って、場が足りねえ。やべえ。ちょび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 。マゼラは出すわ。8だから。宮塚さんも発動して相手のカード破壊するわ。待って、ちょっと待って、影物、まあ、でももう一回調べすればいいや。なんかもう一回調べすればいいや。じゃあ、ここで、相手の表側のカードを宮塚さんの効果で破壊しながら、アルグルマゼラが除外されると出てこれる。で、レベルを変動はさせない。で、ちなみにレベルを変動させてよかったんだ、今。まあいいや。で、ここと、ブルームと、アルグールマゼラで、リンク召喚して、ヴァンパイアサッカー。で、できること多すぎて混乱してきた。違う、できることが多すぎる。あまりにもこのデッキ。で、フェルグラント出して、で、特殊召喚成功時、相手のフィールドか墓地のモンスターを除外できる。消え捨てろ。ベールリンクス。死ね。でですね、おかわり白雪いきまーす。おかわり白雪、ここでやっと掛け物除外したことが生きてたこれで、おい、特殊アンドワンドローアンド掛け物効果、自分の除外されている宮塚さんを特殊かおげ、はいはい、残り60秒時間なこれで、きマジで時間ない、はいはい、はい、強い強すぎ、笑った。はい世界終わらせられない、この展開力。でもマジで何でもね。マジで何でもできます、このデッキ。まあ、芝刈りさえできればね。うわー、誘発かぶった。いや、もうこれ左で切り落としかねえ。左で切り落としていくしかねえ。俺はもう左ではいらん。うわーっとりゃー、うわーいてーいてーよー、おかしいな、切り落としたの左でだけだと思ったら、なんか首切り落としてた、首。